歴史や文化、トレンドに触れ、和歌山自慢を掘り起こすコーナー、水曜リサーチのコーナーです。今回のテーマはこちらです。コロナ風邪、なぜ過去最高？白浜空港の搭乗者数ということで、まずはグラフを見ていただきたいんですが、こちらですね。こちらは南紀白浜空港を発着する飛行機の年間搭乗者数の推移です。2018年10月に一部の運営が県から株式会社南紀白浜エアポートに引き継がれ、2019年4月に完全民営化、順調に搭乗者数も増えていたわけなんですが、新型コロナウイルスの影響で2020年そして一昨年は減少傾向にありました。しかし去年は年間の搭乗者数が過去最高のおよそ20万人となったんですね。そうなんです。コロナ禍で旅行を控える方も多かったの中で、どうしてこう過去最高になったんでしょうか。気になるところですよね。来月にはですね、2月にはですね、1ヶ月間限定で白浜空港と東京の羽田空港を結ぶ定期便が増便されることが決まっていて、こちらもまた気になるところですよね。今回はこの臨時増便のことや白浜空港が進めるワーケーションなどについても取材をしています。白浜町の南紀白浜空港、年末年始は飛行機がほぼ満席で、取材に訪れたこの日も多くの人でにぎわっていました。しかしにぎわう現在と比べ、新型コロナウイルスの感染拡大が始まった2020年は搭乗者数が大幅に減ったといいます。白浜空港を運営する株式会社南紀白浜エアポートの森重亮太さんに当時の様子を伺いました。観光インバウンドというのはもうほとんど2020年頃は動かない状態でして、日本航空さんとしても減便であったり、1ヶ月間休便で完全に飛行機がゼロ便になってしまうという状態にもなったりしましたので、空港としても大変厳しい期間があったという形になります。コロナ禍で大きな影響を受けた白浜空港、しかし搭乗者数が8割から9割減の空港が多い中、白浜空港は4割減に踏みとどまり、去年は年間の搭乗者数が過去最高を記録しました。その要因として国の旅行支援などにより観光需要が回復したことに加え、森重さんが挙げるのがビジネス客の増加です。企業誘致ワーケーションといったような、新しいお客様層がテレワークとかしながら来てくれるようなお客様が増えたので、この2022年につきましては、もともとあった観光需要にそういったワーケーションを中心とした新しい需要が乗っかって、空港としても元気がある状態に今なっている形になります。ビジネス客を引き寄せる県内でのワーケーション、旅行先で余暇を楽しみながら仕事も行うこのワーケーションの誘致に南紀白浜エアポートは力を入れてきました。白浜町内にある農家の倉庫、ここに森重さんの姿がありました。この日は東京都に本社を置く IT 企業スプラッシュトップ株式会社が今年6月のワーケーション実施に向け事前視察に訪れ、打ち合わせや農業体験が行われました。で、もう一回やって、で最後に農家の遠藤健二さん、今回スプラッシュトップとともにワーケーションを行うことになりました。ワーケーションは都市部の企業で働く人が地元の人たちと地域課題の解決策を考えるものが多く、今回のワーケーションでも遠藤さんが抱える課題の解決に向けどのようなプランにするかが話し合われていました。収入の面では不安なところもありますので、そこをしっかり解決して働きやすい環境とかを整えられるような工夫がまだまだ課題かなと思っています。いろいろな方々が来られるので、そういったつながりであったり、いろいろな考え方に触れながら、課題解決に向けて進めていけたらと思っております。東京の企業が
和歌山でワーケーションを行う理由は何なのでしょうか。地域創生、地域活性化が一番の目的ではあるんですけど、業務の効率性だったり、その日頃働いている中で その仕事の意義っていうのを、この企画を通して感じ取っていただければなと思います。南紀白浜エアポートではワーケーションの窓口として、このように都市部の企業と地方とを結びつけるコーディネート業務も行っています。ワーケーションに取り組む理由は、やはり白浜が抱える観光地としての大きな課題の一つが、平日需要の底上げといった部分がありまして、これは空港としても同じで、とにかく平日に来てくれるお客様の誘致を、まずは今最優先でやるといったところで、ワーケーション企業誘致といったところに空港の立場として誘致を進めているという形になります。ワーケーションなどによりこれまで少なかった平日需要が増え、搭乗者数が過去最高を記録した白浜空港、来月2月の1ヶ月間、白浜空港と東京の羽田空港を結ぶ定期便が臨時増便されることになりました。機材大型化、2019年10月にしていただいたんですけれども、大型化した便も、この3年で、ワーケーションを含めて、かなり搭乗率が上がってきて、この状態であれば、4便化も目指せるだろうという形で、一旦2月期間限定という形ですけれども、お試しで、まずはやってみて、で今後の定期便化を目指していくという取り組みを今やる予定になっています。また白浜空港で進められているのが国際線ターミナルの整備です。建物自体はすでに完成し、現在は内装工事が行われています。開業日は決まっていないものの、まずはイベントを開催するなど施設を活用していきたいとしています。この地域としてやはりこれからインバウンドの誘致といったところもさらに力を入れていくために、今白浜空港は搭乗口が一つしかない状態ですので、新しいターミナルを整備することによって国際チャーターが受け入れられるような、そういう空港の受け入れ強化という形の一環で作られたという形になります。臨時増便に国際線、ワーケーションと、さまざまな取り組みを進める白浜空港の次の一手とは。次4便化をしっかり実現させた後は、さらなる増便であったりとか、もしくはまた新しい地域と新規就航を目指したり、またインバウンドの受け入れといったところも自治体や地域事業者と連携しながら力を入れていきたいなというふうに思ってます。はい、白浜空港、地域と関わり合いながらさまざまな、課題に取り組んでいるということでした。そういった取り組みがちゃんと結果、数字に表れているところがいいですよね。はい、そうですよね。では今週の調査結果こちらです。なぜ白浜空港が去年過去最高の搭乗者数を記録できたかについてなんですが、もちろん国の旅行支援などにより観光需要が増えたということももちろん前提としてあるんですが、こちらビジネス客の増加というのも大きな要因ということでした。そして下ですね、ワーケーションなどによりビジネス客が増加して、それによってこれまで少なかった平日需要が増えて搭乗者数の増加につながったということだったんですね。でも去年だけではなくて、今年のこれからの搭乗者数にも期待が高まりますよね。楽しみなところですよね。以上、今週の水曜リサーチでは、コロナ禍でありながら過去最高の搭乗者数を記録した白浜空港についてお伝えをしました。